はい、いかがだったでしょうか。可愛かったね。可愛かったね。いいね。そして缶ですいません。グッズの方はね、本当にホームページ見ていただけると、はい、すっごい可愛いの。さっきのクッションが欲しい。あ、クッションね。あ、いいね。ミケの模様の。はい、あ、こちらですね。こちら皆さんもぜひぜひアクセスしてみてください。はい、かなりおすすめです。はい。はい、では次いけるかな？いけますね。では最後のコーナーになりました。あ、はい。何ですか？はい、今回も猫を飼ってる人にはまさにバイブル的存在の雑誌、うん、学研発行のうちの猫の気持ちがわかる本をご紹介します。はい、まず映像の方お願いします。はい、はい、ではマーチ説明してあげて。はい、初めて猫を飼う人、もう飼っている人、すべての猫好きにあらゆる猫情報を提供。専門的な内容も豊富な写真とイラストでわかりやすく解説。猫好きさんが本当に知りたい情報と可愛い猫写真がぎっしり詰まった一冊です。はい、はい、さてさて、発売中の2010年の春号は、はい、はい、春号ですね。はい、今これでこちらですね。ズバリオスニャンコの気持ち、メスニャンコの気持ち特集、そして実用特集はトイレについて、そして季節企画は春の抜け毛はこうして取る、うん、ブラッシング、部屋の掃除など、うん、抜け毛対策の基本を教えちゃいます。おい、うちの猫の気持ちが分かる本は全国の主要書店またはショップ学研で発売中です。はい、ショップ学研さんは、うん、携帯電話からもアクセスできるので、うん、ぜひぜひ皆さんそちらからもご購入してください。ただし在庫切れの場合はご容赦ください、うん、ということで皆さん速攻で買っちゃえばいいんですよ。買っちゃえばいいんだ、在庫切れになる前に、うん、今すぐ行けばいいんだ。はい、こちら春号ということなので、はい、まだまだ発売してるのかな。あ、そうなんだ。はい、うーん、これね、今回ちょっとちらっと見たんですけど、うん、いいよ。何今の次元。すんごいいいよ。私も猫飼ってうん十年になるけど、うん、まだまだ知らないことっていっぱいあるんだなって、あ、はい、とても勉強になりました。まさにバイブル的存在の、バイブル的存在ですね。あ、これって何、買うときは、うん、ネットとかでは買えるの？ネットでも、うん、このショップ学研っていうのが、あ、そっか、ネットなんだね、はい、そういうショップがあるわけではないですよ。あ、びっくりした。書店に、全国書店にて発売中です。はい、おい、はい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 、そうですね、はい、うちの猫の気持ちが分かる本については来月もご紹介していきますのでお楽しみにということで、はい、はい、そうですね、うん、どうすかこれ。これかなりいいです。もうそれしか言いようがないぐらいいいですね。春号っていうのは、うん、これはもう今しかないってことだよね。そうだよ。もう何、春終わったらないってこと。もうないってことだよね。もうないってことだよ。やばいね、急げだね。携帯電話からもアクセスできるということでですね、はい、ということで、ぜひぜひ皆さんご購入ください。はい、ください。この写ってる表紙の猫も可愛いね。可愛い、ね、でこれ結構ね、あ、うん、なんだろう、うんうん、ただの勉強本じゃなくて、うん、あの視聴者様からのこういう、うん、あ、こうなんか心あふれるストーリーとかね、写真とかね、うんうんうん、あるんですよ。いっぱい投稿もできるので。おー、可愛いでしょ、でしょ、うん、癒されるね。癒されるね、うん、ためにもなるし癒される本だね。はい、ということで、はい、皆さんぜひぜひ購入してください。ください。あ、あっという間にね、一時はどうなることか、一時はどうなることかと思いました。音しいみたいな。どうも冒頭で音が出てなかったようですので、うん、はい、大変申し訳ございませんでした。謝罪会見になってびっくりしたね。びっくりした。でもこれもチャット機能のおかげで音出てないよと、うん、誰かが書き込んでくれたので分かりました。ありがとうございます。本当ですね。あとでね、スタッフ会議しないと、うん、ちょっと反省会しないといけないですね。これは円卓を囲もうな。今回ね、投稿がもう本当に多くって、うん、びっくりした。私もびっくりしたでしょ。びっくりしすぎて噛んだ。いつ投稿は終わるんだぐらいに。本当ね、ありがたいことに、すごいね、まあ、今月は紹介できなかった動画もいっぱいあって、うん、それもすいませんけど来月にっていうのがいっぱいいっぱいあります。今回動画を投稿してくださって、今チャットにも入ってくださってる足首舗装さんと、うん、あとリュウジさん
ですね。あとはニャンさんも多分先月に投稿してくださった方だと思います。あともしかしたら外見でね、うんうん、あの私も投稿しましたっていう人が見てるかもしれません。本当にありがとうございます。で、動画はあの宅ファイル便か送りんぼなどを使って、ね、はいはい、送っていただけるか YouTube にアップしていただければ、うんうん、あのこちらでダウンロードしますので、あ、はいはい、あのそちらの URL を教えていただけますとありがたいです、うんうん、そうですね。また大きくなったモータローを投稿しますよ。もうモータローの成長がね、この番組でまさかのすごい、ね、はい、お待ちしてます。実はモモタロウくんは来月も紹介しますいっぱい動画があったので、もうレギュラーなのね。レギュラーですね、はい、はい、皆さんもレギュラーを目指してどん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 投稿してください、うん、はい、さてさて、はい、うん、そろそろなんと、うん、時間になってしまいました。早いね、はい、今回ご紹介したムムコマ の冒頭ですね、うん、ムムくんはキャットショーに出てから、うん、芸能人の方々とにゃんこ友達になったとか、うん、すげーな、はい、うん、気になる方はそちら、うん、ブログムムコマ日記をチェックしてください、うん、そんなあの、うん、有名人もちょっと名前は出せない、出していいのかわからないんですけど、はいはい、すごいすごい有名なあの芸能人さんとね、うん、もういっぱいキャットショーに出してるらしいんですけど、そのキャットショーとは何ぞやと、何ぞや、何ぞやと、本当に何ぞや、はい、はい、キャットショーについては、はい、次回の放送で特集しますので お楽しみにしてください。はい、実はもう昨日撮ってきたんですよ、キャットショー。偉い早速はい、はい、じゃあ次回も猫情報満載でお届けしたいと思いますということで、はい、はい、次回猫であるは、はい、4月4日おかまの日、おかまの日そうなの、日曜日5時から、はい、5時からです。はい、本当に今日は皆さん見ていただいてありがとうございました。はい、ではまた4月4日に5時からです。5時から皆さん見てください、ぜひ見てください。ではでは、はい、また次回お会いしましょう。はい、お楽しみに。バイバイ。